髪ストレートサラサラ。お疲れ様です。こんばんは。ともちんと写真撮ってずるくない？うん、それだけでもさ、熊本に行った価値があったよね。ストレートすげえ、本気のストレートすげえ。こんなに浮いてこないものなんだ。ともちん可愛すぎた。子供一人産んだと思えないよ。髪についてるのなくなってる。そう、取ってもらった。それだけ。こんばんは。今日は TGC 熊本、お休みの頃熊本に出しました。あ、出ました。おつです。入場。こんばんは。今日は TGC 熊本に出演させていただきました。拍手。はい、出演させていただきました。
今日は皆様に、去年の暮れにショールームのビスのイベントで皆様に応援していただいたものがあって、それに3位だったんですけど、3位は本来は何もなかったんですが、なんと、ちょっとね、1位の方がの都合もありまして、なんと TGC にね出ることができました。皆様の応援のおかげで、まあ結果論として諦めなければ夢が叶ったらということでね、運も実力のうちという考えにのっとれば、これもまあいいことだったんじゃないかなということでね、頑張ってよかったです。ありがとうございます。本当にそう、まあ1位2位3位のね子が、1位がレギュラーモデルで、2位と3位が TGC ということで、結果的に結構綺麗な形になったんじゃないかなということでね、はい、皆様にちゃんと還元できてよかったです。今日は G-Escape さんっていうブランド、去年着させていただいたバッドムーンのブランドのまあ仲間というぐらいの仲間なんですけど、それのブランドに出させていただいて、今日はちょっとスモーキーなメイクで、で髪の毛とストレートのなんかちょっとスポーティーな感じでね、スモーキーでスポーティーな感じで出演させていただきました。ツイッターにランウェイの様子の動画を載せてるので、よかったらご覧ください。こんばんは。はい、 NAB48 の桜田彩香さんと一緒に出させていただいたんだけど、桜田さんの顔がちっちゃすぎて、私まあまあいつも顔ちっさいってもてはやされるタイプなんですけどなんかすごい、もうめっちゃ顔ちっちゃくて、なんか聞くところによると斉藤飛鳥と呼ばれてるらしいねめっちゃ顔が小さくてびっくりした。私が出会った人の中で一番小さいわ。なんかあんまりさ、なんか誰かの隣に並びたくないなと思ったこととかないんですけど初めてこういう気持ちを味わって面白かったです。えみたいなマジでこんなん顔、びっくりしました。びっくりしたよね。はい、くちゃんも可愛いよ。いや可愛いよ、可愛いは可愛いんだけど、マジで顔がちっちゃくて、あれ私顔ちっちゃいキャラよなってめっちゃすごかったです、あれは。うん、そう、あとはなんか結構待ち時間、朝今日6時ぐらいの新幹線で行って、なんか確認とかを5分ぐらいして、そしたらもうさ9時ぐらいにさ終わったのね、それが全部の確認とかフィッティングが。でさ、メイク開始が3時だったの、てかもはや3時半遅れたから、だからもう6時間半暇で、みけちゃんお疲れ、ごっこありがとう。そう、6時間半暇でマジで本当にやることがなくてやばかったんですけど、
そう、結構楽屋でね、両隣のこと喋ったりして、なんか入学式みたいだなと思いました。両隣のことをとりあえず喋るみたいな。6時間半で絆も深まり、ケータリングも美味しくて最高でした。でも出てみたら一瞬だったけど、っていうかファンの方はいつ出るか分かってないだろうから、なんかずっと待ってたかね。ね、忍耐力が3期生ちゃんが、福ちゃんがいてくれてよかったって言ってた。本当？とんでもない。私がずっとマネージャーさんに、3期はいつ来るんですか、寂しい、さきせいちゃんはいつ来るのってずっと言ってた。できた時はもう嬉しかった、本当に。やっぱね、知り合いがいる、アウェーな場所にして会う知り合いっていうのはね、格別ですよみんな可愛かったです。身内のあかりさんがいて安心した。身内のあかりさん、おもろ身内のあかりさん、みんな可愛かったです。埼玉のおいたん、もぐもぐ、梅干し、梅干し、ありがちゃ、存在感負けてなかった、ありがとうございます。おにぎり、おにぎり、こんばんは。梅干し4回目、5回目の正直で多分天むすが出るでしょう。当たりより天むす確率低い気がする。調味すごいよね。こんばんは。おにぎり、今日爆弾おにぎり食べたよ。熊本の米を使った。本物のくまモンにもあったし、お土産、お土産なんか見て、結局お土産見てないんだよな。よいしょ、やばい、なんか足が痛い。よいしょ、
じゃん。TGC。よいしょ。TGC。熊本。じゃん。黒糖ドーナツ棒。何それ。クマモンだこっち。なんか初めて見る形。あ、美味しそう。いただきます。うん、うまい。うん、いいね、ドーナツ棒。で、焼き芋テリーヌ。これは熊本県産のさつまいも。あ、チョコ買ってくるんだった。さつまいも使ってます。忘れてた。よっ、菅野屋の。うわっ、やばっ。待って、これ馬刺し頼める。リンベルスタイルです。え、やばい、馬刺しスライス50点セットが届く。大トロ 40g、 赤身小梅 40g、 ユッケ 50g、 桜馬トロ 60g。 やばっ。待って、これはマジでやばい。感謝。これはすごいわ。お宝ゲット。そしてじゃーん、先行小梅。小梅って広島？桜シトラス、レモングラス、菅野屋小梅梅雨、ハンドクリーム、ネイルケア、リップクリーム。桜、レモングラス、シトラス、レモングラスかな。星つか。おお、レモンの香り。あ、あ、あ、薬指で自然と。これが薬指か。おお、いいね、いいね、いいじゃん、助かる。こういうの大好きです。あ、
高森、当たり、あかり、猫のカリカリ、食べれないね。ありがとう。おめでとう。福ちゃんは四国観光大使の就任式した？してない、してない。昨日ね、あのスタッフさんにね、あの今日葵ちゃんとマシちゃんと行ったスタッフさんにね、あかり明日マリンライナーのとこで就任式してくるけ、バイバイって言われた。ずるい。熊本頑張って。就任してないんかもしれん私。なんだこの箱は。おお。え？クレイツヘアアレンジ。で、うぅ？アイロンもらった。やば。え、クレイツってすごいの？初めてって聞いたって私の勉強不足なんですけど、わかんない。え、有名？嬉しい。なんかもうなんか出た価値がありすぎんか。調べよう。クレイツヘアアイロン有名なのか。もうお土産の息超えてるよね。クレイツイオン、クレイツイオンニュアンスヘアアレンジ、これか。あった。プレートがサラッとしてる。そうなんだ。こなれヘアアレンジのパイオニア、ルミさんプロデュース。今日ルミさんいたのかな。口コミ。前髪らへんが作りやすいって。え、嬉しい。じゃーん。かっこいい箱に入ってるぞ。あ、これあれ持ち運びにいいかも。ちっちゃいサイズだから握手会とかに持っていくのにいいかも。あ、ポーチ付き。ポーチ付き。なんか、あー、これはありがたい。見て見て、耐熱だから熱いまま入れても大丈夫な、これがついてる。これありがたいんだよね。いいやん。握手会で持っていこうと。よし、これを先に出したからもう後のやつ出しづらくなっちゃったけど。
あ、これは私がケータリングで持って帰っただけだ。これね、ラカントのなんか、なんか健康なやつです。健康なやつ。そして皆さんに今日のケータリング一覧表を見せてあげようと思って持って帰ってきました。ケータリングリスト、はい、プリン、抹茶のお菓子、焼き芋のテリーヌ、さっきのやつこれだ、テリーヌ、チーズケーキ、これうまかった、紅茶、紅茶、これ何、なんかチーズの上にかけるやつ、ジェラート、マカロン、こんなのあったの知らなかった、お菓子、塩、抹茶ケーキ、全然食べてない私これ、ね、これカンノヤ、し、すぎ、すき、すがのやの馬刺しと肉寿司、丸十本舗のフライドチキン、ハイコムウォーター株式会社の熊本城ウォーターこれ持って帰ってきたわ、そういえば後で見せるね、富士バンビの、あ、これだ、ドーナツ棒、岩田コーポレーションのなんかお菓子、コーヒー、なウインナーとかハム、海藻のお菓子、富吉製麺のラーメン、これ食べそびれた、なんか野菜、リンゴ飴、なんか卵、あ、さっきのこのこのお菓子、お弁当の平井のちくわサラダ、いきなり団子、いきなり団子美味しかった、赤牛の牛丼です。まあ私はこの中で食べたのは、いきなり団子と菅野屋の食べなかった、って感じです。すごかったです。美味しかったです。もみむめも、疲れた。はあ、熊本めっちゃ近い。すごかったです。近さが。
新幹線で乗り換えなしだし、めっちゃ近くて最高でした。マジでフラッと行けるね、熊本。よきよき。九州新幹線座席広いから好き。え、そう、今日多分東京から来たであろう人たちが新幹線乗ってて、九州新幹線の座席すごいですね、これは東海道新幹線でいうグリーン席の座席ですよねって言ってた。私がそれを聞いて、ふんふん、そうでしょうそうでしょうって、別に九州の人でもないのに誇らかしかった。TGC3 回とガルアは1回かな。あ、関西コレクションも1回出たね、昔。あ、てか広島コレクションみたいなちっちゃいイベントも出たね、1回。めっちゃ初期の頃。研究生の亀飾りを運営さんに交渉してくれたのね。みんな可愛かったね。バリンゴー、でも TGC っていうさ、あんな場所で研究生ちゃんたちがもう可愛く踊ってるのを見て、私はもう勝手な親心で、ラーメンが TGC 史上一番長かった。そうなんだ。確かに長かったかも。ミクリンさんでした。そう、でもね、ミクリンさんに喋りかけたかったんだけど、私さ、3時まですっぴんだったんですよ。だからトモチンさんと写真撮った時もさ、なんかもう慌てて眉毛描いて、なんかちょっとしたけどリップ塗ってって、もうすっぴんだったからやばくて、ちょっとあんま写真撮れなかった。
NME のメンバーの人と喋りましたか？喋ったよ。小顔の桜田ちゃん、また会いたい。ずっと二人で暇だね暇だね言っててさ、携帯でずっと TGC 見ながらどのポーズするって一緒相談してた。全部フリーです。みんなのおかげで出れました。ありがとうございます。感謝だよ。インスタ更新しよっかな、せっかくだし。場所が熊本でよかった。そうなんだよね、場所が熊本でよかった。ちょうどいいな、熊本。なんかちょっと旅行行くのにいいかも。インスタの1枚目を一生迷ってるのね。3期生が感謝してた。とんでもない。福田のことはいっぱい利用してくれ。と思っている。なおだ。
ピッピッピッ。今日はいい経験になりました。ありがたいですね。こんばんは。てかさ、私の夜お休みメールのさ、匂わせ意味わかった？北野さん優しかったよ。まだ親猫来てない？なんで？え、私遅れそびれてる？マネージャーさんに聞いてみよう。おやすみ。メールは届いておりますでしょうか。来てない。送ったけどね。私が最後の送信ボタンを押してなかったの可能性は結構大。たまにあるんだよ、送信ボタン押してなかったパターン。たまにあります。今日は何の日が最新？ありゃまあ。ちょっと聞いてます。聞いてよかった。多分なんか私送ってるつもりだけどさ、届いてないやついっぱいあるんだろうな。こうやって決闘の日まで来てる。意味わからんやろこれ。決闘の日って何？撮ってない人からしたら。今インスタこう書いてる。
今日の服素敵、ありがとう。買ったものの着る機会がなかった服をファッションショーだしと思って下ろした。これ半袖なんだよ。でも本当はほら中にさシースルーシャツ着てる。だから本当は夏に着たいやつ。でもね今日 TGC の会場結構暑かった。てか今日会場いた人いるのかな。さすがに STU 目当ての人はいないよね。ツイートは見かけた。マジ？ガッツがある人がいたもんだ。しかも今日の会場、グランメッセ熊本ってやつだったんですけど、めっちゃ遠かった駅から。どっちかというと空港より駅から車で30分ぐらいかかりましたね。めっちゃ遠かったです。市内と空港の中間。あ、そうなんだ。すごい遠かった。桜島見えました。桜島って鹿児島じゃないの？クマモンいた。野生のクマモンがいた。次行ったら熊本城の城主になってほしい。城主阿蘇山見えましたか？阿蘇山見てないな。阿蘇山って日本で2番目にあれだっけ。なんか高いんだっけ。地方？あ、地方からめっちゃすっごい来たよメッセージいっぱい。えらいろいろ。縛りとはぜてか今日研究生イヤモニつけてたのかな。今日みたいな会場めっちゃ反響がすごいと思うからすごい歌いづらかっただろうな。
さすがにつけてるか。イヤモニだった。そうだよね。カラコンキラキラ？カラコン入れてねえよ。くまモン、裸眼です。くまモン、駅のくまモンと写真撮ったけど、駅だから背景の人が多すぎてちょっとぼかしてます。今おかしい。はい、保存。タカめっちゃかわいい、ありがとう。眼内レンズの使い心地めっちゃいいです。マジ最高。くまモン温泉に入ったことある？ええー、どうやって乾かすの？すごいね。くまモンは尻尾がない。そうなんですか。よよよよよ、今必死にもくまモンを出そうと思って、くまモンを救出してます。ぼかしから。このアプリ課金してるんだよ、ぼかすために。くまモンってクリーニングどうしてるんだろうか。クリーニング、お風呂の話もしかして。だけどお風呂の話、クリーニングってなんだろう。今日万博も1年前配信してた。え、なんかさ、今日脈々がいたの。そしたらね、今日桜田ちゃんがね、今日ここに脈々いるんですけど、今日東京で NME のメンバーが脈々と仕事してるんですよってなんか匂わせてきた。脈々って何体いるんですか。あ、そうそう、脈々って分身できるんですか。めかめく3体いるよ。え、3体いるの。あ、瞬間移動してんの。え、おもろい。そうなんだ。
いいじゃん。足の裏に番号が書いてある。ミャクミャク、え、なんかミャクミャクのオタク多くない？なんでそんなミャクミャクに詳しいの？みんなミャクミャクのオタク、ひょ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 、うわっ、ミラボだ。ズボン履いた、寒かった足が。なるさん、ミラボありがとう。ランウェイ福ちゃんってなった、嬉しい。とりあえず投稿しよう。くまモンは明日でいいや。東京は暑くなる。そうなんだ。1枚目どうするかずっと迷ってる、さっきから。ごめん、びっくりすると思うんだけど、ずっと迷ってるから、ちょっと待ってね。熊本日帰り可能。余裕余裕。お母さんの故郷が広島出身って広島の番組で言ってた。え、見た、それなんだっけな、ホームテレビだよね。私もそれ見たぞ。何で見たっけな。どっかの店で見た。よし、
研修。これで臭い。マジで SNS 嫌い。くまモン次。よし、もうこれでいい。くまモン。こんだけ時間がかかる、それは載せたくなら、それはサボ、それはインスタめんどくさいよねって優しい目で見てほしい。くまモンはいっぱいいるって本当。え、くまモンは一体でしょ。わからん。くまモンってさ、そういうのがバカバ系なんかな。ちょい謎。くまモンってでもオフィシャルっぽくない？くまモンが流行りだしたことでゆるキャラがなんかいろいろ流行りだしたよね。今日会場で見てました。かっこよかったです。ありがとう。嬉しい。熊本ってさ、多分くまモンに支配されてる。人々は気づかないうちに、だって熊本駅に着いた瞬間くまモンに出迎えられたので、くまモンすげえってなって、そうで会場行ったらめっちゃくまモンいるし、なんかすごかったです。くまモンいてよかったねって感じ。そう、でも私くまモン会ったことなかったから嬉しかった。だって香川行ってもうどんのいないよ。そう、愛媛行ってもみきゃん、まあ、比較的いるけど、そうかなりのくまモン具合ですごかったです。くまモンと話しましたか？え、話した話した。しかもさ、くまモンすごいの。
私めっちゃくまモンとの写真の行列並んでたからもう撮ってすぐ去ろうとしたのね。はい、ありがとうございましたみたいな。そしたらもう握手握手ハグハグ握手握手みたいな、いや並んどるけみたいな、ファン差がすごくて、そうこれが1位の、これが1位の、え、喋んないけど、そうなんかこれが1位のね、ファン差かって思って、ちょっとビビるっていう。くまモンポーズの写真も入れることにしたから、ちょっと待って、かわいい、これにしよう。1枚目決まりました、やっと。下書き、あーでもこれもかわいい、捨てがたい。1枚目にしたいやつが5枚もある、どうしよう。全部かわいいんだけど、いや全部載せるよ、全部載せるんだけどさ、順番がさどうしようかなっていう。でもなんか自撮りバッグ載せてんなってなりたくないし、迷う。これで一旦保存して、この投稿は、これも可愛いんやな。いやこいつめっちゃこの自撮り気に入ってんなとか思われたくない。これでいいや、よし。タグ付け、ごめんね、30分ぐらいこの作業やってるよね。ピンク、よし、これとこれいい？ねえねえねえ、これこれと、あ、おーい、これとツイッターも載せた、これどっちがいい？はっどっちがいい？1枚目、どっちもめっちゃ可愛い。
どっちもさ、可愛いという罪。むずい。ツイッターにこれ載せたからこれでいいか。TGC 熊本うやばい、ずっと迷ってる。よし、俺は決めたぞ。3枚に分ける。色味が違うだけで顔一緒やな。これとこれ、1枚投稿してツーショットにして1枚投稿する。 OK。 新しい投稿を作るでしょ。で、ああ、え、待って待って、くまモン、1個桜田ちゃんとのツーショットを挟もう。動画完了。ごめんね。桜田綾かな。
めんね、なんか動画もあるし、これを1個載せる下書きで、これは決め顔が2個続くと奇妙だから、編集次、オッケー、もうすぐ、ちょっと待ってね、もうできるよ、あとインスタ中、あと少し、ちょっと待って、ちょっと待って、オッケー、できた。でこの順番で載せる、これ載せて、これ載せて、これ載せる、オッケー、これ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 、オッケー、いきます。これシェア、そして投稿、これシェア、投稿、シェア、順番が違う、違う、順番が、待って、消す、これ削除、下書き色で次へ、もう一回、2個しか言ってないね。あ、消えちゃった。まあいいや。もう一回やり直そう。OK、 焦らずにシェア、来た、できた。はい、どうぞ。ごめんね、お待たせ。どうぞ、インスタグラム更新してました。どうぞ、
見た？くまモンってオフィシャルツイッターオフィシャルあるのか。オッケーできた。お待たせ。私にとってのインスタのハードルの高さがよく分かったでしょう。でももうこれだけは絶対にね。あ、なんか動画の長さっていうか形がおかしい。縦長になっちゃってる。そっか、1枚目のやつに合うのか。もういいやこれで、しょうがない。あの全部の写真めっちゃ可愛いのでぜひご覧ください。ありがとう。ツイート、ツイートします。えい、インストーリーのしたやつだけど。てかともちんさんに会えたのやばいね。お腹すいた。ダイエットになってる。
昨日の残り食べようかな。ともちんに会ったのやばいよね。めっちゃ優しかったです。てか私がすごい巨人に見える。ともちんさんが華奢すぎて恥ずかしい。ツイッターも更新しました。ご飯食べよう。またみんな今からご飯間に合うのか、それはやってみないとわからない。でも私のことだから間に合う。あー今日という日が濃いわ。てか一日が長い。あ、こんなキッチンに来るほどのことでもなかった。まずこちらを温めます。ご飯先温めよう。ちょっとファッションショーしようかな。じゃーん、これ可愛くない？この服。ここがちゃんとちょっと絞ってあってウエスト細く見えて、ここなんか夏になったら白シャツと合わせたいんだよね。で、よっ、スカートはフリーズになってます。かわいいよねこれ。はあ、これを見せたかった。どうですか？あ、やばい、ジャージ履いてのバレる。どうですか？短すぎない？あ、下にちゃんとあのズボン、短いズボン履いてました。ビビビビビノーアピチュキ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 ノーアピ。うわあ、ゴミ袋買わないけんかも。ゴミ袋って覚えといて。忘れてない？ゴミ袋買わんといけん。
よし、満足度高い。ツイッターもインスタも頑張った。頑張ったね。インスタ3つも投稿したし、ツイッターも4個が5個投稿したし、メールは送ったし、お休みメールはそういや届いたのかな。承認しました、だって、うん、2時まで起きてたのにもかかわらず、今日朝5時45分に起き、あ、まだめっちゃ冷たい。5時45分に起きて6時間待機して、うん、とか研究生いてよかった、マジで楽しかったわ、だいぶあの子たちのおかげで。売れっ子アイドルの一日、確かに今日はかなり偉すぎます。ありがてえ、みんなのおかげだよ。3期生可愛かった。3期生本当はね、そう、髪の毛ね、リボンをつけれないのいらしく、あんまり分かんないけどらしいんだけどね、 TGC なんだからね、つけちゃえつけちゃえ、まあ、そんな言い方してないけど、みんな可愛かったです。あかりお姉ちゃんはもう、ま、満足です、みんなの可愛い姿を見れて。ご飯を、あ、ちょ、じゃん、ご飯をこの八宝菜っぽいやつの中にドン、ドボン、よいしょ、かなりうまいやつです、多分。しかも今腹ペコだから、腹ペコペコ虫だから、ご飯にのせるんじゃないの、その逆だったね。でもね、私の場合ぐちゃぐちゃ混ぜにしちゃうんで一緒です。あ、メール届いた。あのね、何メールに何書いたかっていうとね、明日は夜8時から M ステですって書いたので、そしたらスタッフさんが、明日は M ステじゃないのにこいつは何を言ってるんだってなって止めてくれたの。当たり前だよね、うん。でも明日は8時から M ステですっていうのは、昨日さ、M ステごっこした時に言ったでしょ、次回予告。次回は、STU48 のヘタレたちを出演するって、STU48 が M ステに出演するって言ったでしょ。そして明日は、背中を押してくれる応援ソング特集って聞いたでしょ、昨日。だから書いたの、そうやって。というわけで、明日は、明日のミュージックステーションは、STU48 が
2年ぶりに出演、そして、背中を押してくれる応援ソング特集をお届けします。お楽しみに。ま、どうぞ。白菜、キャベツ、エビ、しめじ、豚肉です。中華丼的なやつ。パンポン。八宝菜だね。でも今日モデルさんめっちゃゴリゴリにね、米もね、肉もね、スイーツもいっぱい食べてたよ。だから安心しました。
あれを見せなきゃ。じゃーん。見て見て。じゃーん。熊本城。かっこいい、このお城。香水なんだ。400円もするらしい、このペットボトル。そうだった、ここの人たち水に対しての金銭感覚おかしいんだった。すごいよね、このペットボトル。かっこいい。うわ、ちゃんと下ボコボコになってる、石畳に。うぅ、立派。これなんかお土産とかでもいいよね。爪も実はキラキラに。なってます。今日かわいいね。かわいい、かわいい。そう、キラキラの猫。馬刺し食べたよ。馬刺し美味しいの？美味しかった。あ、このお水さ、下からペンライトで照らしたらめっちゃ綺麗。ペンライトってか下からライトで照らしたらめっちゃ綺麗そうじゃない？ね、ペカーって。タワー？あ、こういうタワーあったね。お城タワー。やってみよう。あ、確かに。おお。え、かっこいい。すごい。見て見て、お城。かっこいい。おお。熊本城かっけえ。ほら、で今目の前のライト消したよ。え、すごいすごい。え、ちょっと実物見てほしい。めっちゃ綺麗なのこれ。
ちょっと部屋の電気消すか。よいしょよいしょ。うわぁ、ちょっと光が強いかも。ちょっとすごいかもしんない、これは。逆、ちょっと、ああ。これぐらいでいいや、これ画面の光ぐらいで。うわぁ、すごい、かっこいい。え、見て見て見て、すごい。あ、置いた、ミラもありがとう。え、なんかこれ少年心をくすぐるわ。すごい。なんかこうやって回る機械とかにさ置いてさ、ありそうじゃない？綺麗。すごっ。おお、周りがプラネタリウムだ。あ、怖い怖い。電気つけよう。よいしょ。ただいま。いろんな飲み物を入れたくなるね。楽しいな。お腹いっぱいです、山さん。ペンライト、サンキュー。はぁ、TGC 松山四国観光大使で出たいね。ね、四国観光大使ぴったりじゃね。あ、七木がなんかめっちゃ反応してくれてる。ね、それな。四国観光大使ステージでみんなで野菜の格好する。ああ、絶対ダメだ。
今日はみんなのおかげでね、素敵なステージに出ることができました。ありがとね。おにぎりコロコロどんぐりこ、お池にはまってまあ大変。ドジョウが出てきてどんぶらこ、ぼっちゃん一緒に遊びましょう。かわいい。ドジョウが出てきてどんぶらこ、ん？タカ！梅干し！ありがとう。梅干しか。今日天むす見てない。天むす当たりより出ない。やっぱ天むすが真の当たりなんだよ。みんな気づいてないけど、天むす出ないもん。三つ編み綺麗。天むす長らく見てないから、多分天むすが本当のあの当たり。そう、いいことが起きる、しれっと。そういう魔法。この三つ編み引き出したい。ガチガチだ。なっちゃんルームで当たり出たの見た？それは天むす？それともカリカリ？カリカリ？来い！奈良さん！梅干し！梅干しが一番多いな。なるさん、来た！天むすおめでとう！パン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 ！おめでとう！これでいいことがあるよ。天むすが出た人は、あれ、あのレス俺にかなって思ったやつ、本当に全部お前にだ。そういう天むすはそういうことだから。よかったね。寝すぎる。こんばんは。
ニーボーイ酒井お疲れ10個ありがとう、ありがとう。私今日この STU 人生で初めて毛布を持って家を出ました。アイメイクすごいよね。それぐらい朝が辛かったんです、ガチ毛布だから。全然日帰りなのにボストンバッグ持って行った。ボストンバッグに毛布を詰めて、もうねんねんする桜で、新幹線桜で2時間ねんねんするぞっていう気持ちで頑張りました。毛布最高でした。邪魔かなと思いきや結構なんかクッションになって良い。おめえバッチルクちゃん可愛いやろ。ねんねしたね。ポンポコ山のたぬきさん、おっぱい飲んでねんねんして、おんぶして抱っこしてまた明日って感じで、明日かなと思ったらなんかまだ今から始まる今日というストーリーって感じでした。お疲れんこん。ここから始まるです。え、なにこれ、え、待って、そのパターン何、え、おはぎ、待って、おはぎはどっち、パン、ご飯、平吉長崎リンガー、おはぎ、わかんない、何それ、おはぎはどっちかい、何今の、待って、うちのルーム多分ご飯じゃない方投げたのって初めてだかも。え、待って、おはぎと、おはぎが外れでしょ、当たりは何なの、じゃあパンの、え、おはぎ、何気になる、え、パンか、パンの中のおはぎ、どういうこと、あんパン、パンのおはぎはあんパンか、あんパンマン、あんパン、あんパン外れ、あんパンは嬉しいけどね、あんパンは結構美味しいけど、何が当たりなんだろう、何が当たりなんだろう、変な名前の食パン屋さんの食パンとかかな、何が当たりなんだろう、パンのおはぎはあんパンでしょ多分、いや合ってる合ってる、当たりは星だけ、そうなん、カリカリおもろい、今日の洋服にあって好き、ありがとうございます、アンパンマン、初めてその色のものが出てきたからびっくりしたよね。おはぎ、おはぎ、パン、え、パン派の中身、おはぎと、おはぎじゃなくてなんだっけ、アンパン、アンパンと、でもあれ絶対アンパンじゃなかったもんな、紫のなんか虫じゃないけど紫のなんかなんだろう、ヤドカリみたいな、あれは一瞬のこのアニメーションでおはぎと判断するには難しい、いや、おはぎじゃないんだった、アンパンと判断するには難しい。おはぎってあんま食べたことないよね。そして私だけかな、あんまりおはぎ食べたことない、ある、おはぎ、
は春彼岸がぼたもち、秋彼岸がおはぎとして食べてます。あ、そうなの。じゃあ田中のぼたもちは春のみ、春限定。まさに今日の DGC 出演も棚ぼた、棚ぼたよ。カレーパンは表現が難しそう。あ、カレーパンなの、ハズレ。なんだ、うまい、うまい。おはぎも、おはぎもぼたもちもうまい。うん、うまい。お疲れんか。あんこ。おやすみ。天むす食べたくなってきた。天むす広島な、売ってないことはないけど、やっぱ名古屋とか東京で買いたいよね。滝野さんの犬の名前、タムウニョソーナの本当にあんこ。ユミリの呪文が2つあります。犬の名前、タムウニョソーナの本当にあんこ、ユミリの嫌いなものの呪文、エビホタと、エビホタでマシュマロバナナ牛乳、エビホタでマシュマロバナナ、言いづら、エビホタでマシュマロバナナ牛乳、エビホタでマシュマロバナナ牛乳、エビホタでマシュマロバナナ牛乳、牛乳。え、牛乳嫌いなの？結構人生むずくない？今思うっていう。今口内炎が左右に2箇所あって食欲がない。え、かわいそう。マジでかわいそう。かわいそう。ランキング読むぞ、そろそろ。エビフライラブ8日のありがとう。ゆう、福ちゃん TGC とても可愛かったよ。今日の私服も素敵、お土産たくさんもらえてよかったね。クワマンは何だか一緒に仕事したことあるけど、裏の話はごりょうごりょうごりょうにしておきます。温泉入った後どうなるか気になる、クワマンが。かなぶん、ありがとう。ゆうき、7周年コンサート兵庫、推しペンライト振ってこうコール頑張ります。 GGC お疲れ様でした。お疲れ、コールよろしく。ゆうてつはもうすぐじゃん、近いし。ありがとう。セブン、ありがとう。ひらやし、長崎りんが、誕生日、ハッピーバースデープー、
ハッピーバースデーディア平吉長崎リンガー、ボタモチを投げた人、ハッピーバースデートゥーユー、おでめたリニーボイ酒井 TGC 可愛かったしかっこよかった、3期も元気よくしっかり STU アピールできてた。確かに STU をアピールしてくれてありがとう。高森 TGC 素晴らしかったよ、嬉しい、ありがとう。みけちゃんリアタイできてよかった、すごい、あの時間まで待ってくれたんですか、ありがとう。埼玉のいたん、ありがとう。たか、いつもドスコッチャー素敵なくちゃん見えて最高でした。やっぱり耳隠すストレートが好き。あ、本当、私はちょっとこれは不思議な感じです。なるさん TGC とっても素敵だったよ、こんなに素敵な景色だったら何回でも見たい、ありがとう。なるさん、また出るように頑張るので応援よろしくお願いします。というわけで、私が福田はって言ったらストーチって言ってください。鬼は外、福田はストーチ、サンドの飯はうどんで決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田赤井でした。皆さん今日も一日ありがとうございました。お疲れん、おやすみみずみです。今日はくまモンに会ってくまポーズしてる人がいっぱいいました。ベア、ベアを多分日本一してるだろうな熊本の人はって思いました。特に熊本の芸能人はしてるだろうなって思いました。はい、私はうどん食べるポーズを握手会の写真会で誰よりもやってるんで多分同じことだと思います。熊本出身の人は多分熊ってやるんだろうなって思いました。そう、年間休みんゼミです。ありがとうございました。また明日、明日は福田あかりルームズ M ミュージックステーションだからよろしく、ワクワクしておいてね。ありがとうよ、楽しかったです。またね、ありがとう。